防衛省は昨日から今日にかけて、ロシア海軍の艦艇4隻が津軽海峡を通過したと明らかにしました。防衛省が撮影した写真には軍用車などが多数写っていることから、ウクライナへ輸送している可能性があるということです。